いい技見つけたね。今日の昼ご飯なに？おお、急に来たな。今日ピザにする？うん、やったー。ジュースもやピザ。ジュース。パパ決めて。一緒に選ぶ。どっち？一緒に選ぶ。はいよ。一緒に選ぶピザ。イエーイ。失敗あるんで。どう？美味しそう、美味しそう。お姉ちゃん食べたいの選んでいい？いいよ。何系が食べたい？いろんなのシーフードとかお肉とかじゃがいももあるって。エビとお肉だったらどっちがいい？お肉。あ、お肉が好きなんだね。肉肉これこれ。あ、どれそれ。あ、いいじゃん。あ、これいいね、いいね。これにしよう。これあの子はこれ。どれ結局これこれどれ。何かわかる？お肉とチーズ、うん、あ、そうそうだね。このお肉が食べたいんだ。うん、じゃあこれにしよっか。あといろいろじゃパパとママが選ぶから楽しみに待ってね。うん、チーズチーズ。あ、痛くなった。あ、出てきた。あった。チーズ我らが選びました。そうだね。じゃあ遊んでて待っててください。うん、ピザ来たよ。やった。はい、じゃあ、はい、じゃあピザが来ましたので開けてみる。うん、じゃあこれ開けてみて。じゃじゃーん。じゃじゃーん。おいしそう。おいしそう。これ誰で食べきれる？ちょっと大きいの。これ食べる。これじゃない。え、ここに2つ、半分ずつなの。これでしょ、丸いのが入ってるやつでしょ。そうだよ、これでもね、半分ずつなの。ほら、丸いの入ってるでしょ。食べる食べる。びっくりした。はい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 、食べたいね。はい、じゃあ食べたい人。はい。はい、じゃあ食べるときは、せーの、いただきます。はい。お姉ちゃん汚さないで食べれそう？食べれる、食べれる。手で食べるから、熱かったら気をつけてね。お待たせ。ありがとう。フーフーしてね。フーフーしてね。あったかい。あったかいでしょ。いや、意外とこれすぐ食べ終わりそうだった。違うもん。大根って美味しい。お店のピザ久しぶりだね。お姉ちゃんは初めて。わーよ、初めてじゃない。オーストラリアで食べたじゃん、お店でね。思い出して思い出して。何のピザ食べてたの、思い出した？うん、どうですか？美味しい美味しい。だそうだよね。上手に食べるね、意外とね。で、パパとママはサラダから食べます。大人はサラダから食べます。パパとママもいっぱい食べちゃうと思ってね。やっとパパね、治ったよ。もうね、おかゆとかしか食べてなかったからピザ食べたくなっちゃった。覚えてる？パパがずっと体調悪くてさ、辛かったの。元気になったから、もっと元気になれるもの食べたかったんだって。聞いてねえじゃん。聞いてない。お腹空いてたんです。すいません。ビールの在庫がなかった。飲み切ってた？忘れてたね。まあいいや。ん？おかわり。おかわりだね。どうぞ。トマトだけ。トマト好きだもんね。これ。おかわり。どう？お姉ちゃん食べたかったペパロニ。おいしい。まだ野菜うちら半分しか食べてないのに、子供たちもピザ半分食べる。うん、大丈夫。食べてるはず。パパとママのピザ。これ何？それは、じゃじゃーん、クワトロ。クワトロ？うん、よくわかってないけど、とりあえず食べます。ん、うまっ。100円食ったね。おっくんしてから。うん、そうだね。2口目のどかばいた。うーん、お口見てください。パパ見て、パパ見て。お口すごい。うん、うん、ママ、お姉ちゃんは？お姉ちゃんはね、綺麗に食べられる。なんていうの？ちょうだい。どうぞ。うん、何？ね、いつもさ、見て、まんまず。うん。お姉ちゃんも妹が選んだやつ食べてみる？聞いただけなのね。おいしい。
美味しい。食べる。ありがとう。わあ、美味しそうだね。ペロイ。M だっけ？ M だよ。ね、あと1回ずつしか食べられない、うん、お姉ちゃんたち。そうだね。まゆ、それでちゃんと満足できる？食べ終わったお散歩行こうよ。あ、いいね。いいよ。ね、カロリーいっぱい取ってるから、いっぱい使わないと。そうそうそう。高消費しよう。いいね。うん。天気曇りか。うん。ちょうど良さそう。お母ちゃんはお家で弟を守ってて。確かに。弟が起きないと一緒に行けないね。うん。パパ、二人連れてきたくないよ、一人。三人で行きたい。パパ、妹、お姉ちゃんで。そうですか。じゃあそうしよっか。食べ終わったら公園行く？楽しみだね。まだまだ食べる。ん？これだけじゃ少ない。食べ終わってから言ってください。絶対いつも急に失速するから。ん？どうした？おかわり。おかわり？おやつ。どうぞ。ママ、歯になんかさ、詰まったよ。恥ずかしい。言わなきゃバレないのに。食べ終わったら歯磨きするね。それがいいよ。かわいい。お姉ちゃん、デリバリーピザも美味しいでしょ。自分のピザ美味しい。覚えたね。もう上手に食べるね。ね、うん、ちゃんとさ、細いところから食べるんだ。うん。でも、約1枚ぐらいさ、つけないと。ほんとだ。いっぱいもぐもぐして。うん、うん。届く？いやー、うん。まあ、お姉ちゃん、お姉ちゃんだよ。まだ食べてるよ。どうするこれ、出す？1枚ぐらいあげてもいいよ。うん、はい、パパとママ2枚目。嫌なの。嫌なの？どうして？え、どうしてやんの？食べちゃう。だってさ、今パパとママさ、2人と同じ量しか食べてないんだよ。おかしいな。食べてからね。そう、どれか1個あげるか。うん。うわ、なんか急に追いついた。本当に？うん、早っ。じゃあ2人ともあと1枚ずつね。わかった？分かった。約束できる？うん、できる、うん、じゃあ1枚ずつでちゃんとごちそうさまできる人。はい、うん、美味しかった。今のペパロニ美味しかった、うん、すごいね、全然普通に食べられる。食べる、はいはい、食べる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 。お姉ちゃん次はコーン食べる。あ、コーン入ってるよ。はい、これ見て、ここにね、チーズが入ってんだよ。食べられるかな、はい、全部。こちらも早く食べないと、どんどん食べられちゃう。美味しそう。どう？美味しい。もちチーズだ。どう？中にチーズが入ってんの。もちもち、うん、だからもちチーズ。うん、もちチーズは普通、お餅とチーズのことを言ってたけど、ピザの生地がもちもちってこと？うん、さっきと違うでしょ。さっき薄い生地だったもんね。もういろんなね、生地があるんだよ。うん、びっくり。行くの？行く？どこに行くの？お茶屋。あ、うん、お腹いっぱいなんでしょ。ごちそうさまして、遊び行く？まだお姉ちゃん食べ終わってないけど。牛さんに食べられちゃうよ。牛さん？どういうこと？早く食べないと。誰に食べられる？牛さん。虫？虫そんなに虫いないよ。やめてよ。お腹いっぱい？よし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 、この子はもう満足してるね、うん、最後ちょっと小胸だったから。ママも同じの？そう、ママもこのね、耳が好きなんだ。うん、めっちゃね、急にペカ入れすぎ。いっぱいもぐもぐして。もぐ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 、めっちゃ食べる。空っぽですよ。嘘でしょ、絶対お腹いっぱいだったじゃん。お約束したよ。おかわりもあげましたよ。あ、わかった。牛乳飲む？いらない。ほら、牛乳わかない。こんな日もある。こんな日もあるか。ジュース飲む。あ、ジュース飲む。お姉さんも好きだっただよ。待ってよ、ちゃんとお姉ちゃんの分も。だから決めたんだよ。わかってるよ。これ、これ、おしゃれ。おせんべいじゃない、でもあれお姉ちゃんのピザ。喉乾いてた。これお皿は回収します。すごいね、いっぱい食べたね。思ったよりいっぱい食べたね。どうぞ。食べた。
うん、食べたよ、いっぱい。手は食べないでください。手は食べないでください。上手に食べられたね、上手だったね、思ったより。うん、言えない、言えない。見て、ジュースだよ、ジュースだ。見て、ジュースだよ、ほら。よっしゃ、かまるわ。はいよ、とりあえず食べて。パパとママのピザも食べたんだから。そうだよ、パパはビール飲んでないし。見て、おいしい。残したの、好きなとこ残すんだよね。俺はやっぱりあの子と一緒だ。早く食べないと兄貴に取られてたから。2人目はこうなんだよな。1人目は のんびり食べるんだよね。うん、満足。こっちは食べると。お、約束守れて偉い。ターチ、イエイ、ターチ、イエイ。じゃあお姉ちゃん食べ終わるまでちょっと待とうか。ピザも空っぽ。空っぽだね。みんなで食べたね。ママと食べた。うん、美味しかったね。パパは空っぽ。せーの、ごちそうさまでした。もう失敗してる。もう一回やり直して。せーの、ごちそうさまでした。また失敗した。もういいよそれ。ごちそうさまでした。あー、おままねしちゃった。食べれた。やるんか。ごちそうさまでした。あ、うわ、行っちゃった。追いつくかな。気をつけてよ。あ、待って、そっちから降りないよ。滑り台シューする？シューしようよ。姉ちゃん滑り台やるって。階段登るだけかい。あ、いいじゃんいいじゃん、一緒に滑って。シューだって。シュー。楽しいじゃん滑り台。うん、構えて。はい、そしてピョンってやった。あ、できた、すごいね。タッチ、タッチ。うん、来たー。パパ、おやつ食べよ。おやつ、おやつ食べる。うん、なんか言うくらい。おやつ食べる。あ、そう、じゃあおやつ食べに帰ろう。はい、どっちなの、本当に。自由だな。